テレビを見るときは部屋を明るくして近づきすぎないようにしましょう。サンキューナレーター、オープニングだよ。いつの日に僕らはなる夢を手に入れるだろうか。虹の彼方、地の果てまで自由探して生きてゆくよ。憧れの世界駆け抜けてきたけれど、まだ見ぬ星光が明日へ導いている。今はただ拳隠し羽を休めてよ。生き通し生けるもの守りゆく勇者よ。正義の証を未来につなぎゆけ。茨の道越えゆく時、誰かが見守っている。何度もまた壁を破り生きる意味探し出すんだ。僕らはまたいつの日にか夢を手に入れてみせる。虹の彼方、地の果てまで自由探して生きてゆこう。バトルスピリッツはカード出すと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。俺、木登りはじめ、ヒーローチャンピオンシップの予選に敗れたけれど、再び出られるチャンスが来た。それにはまずアイランカーリーグで優勝だ。ふわ、バトスピ修行にも気合い入れるぜ。バースト、そしてワースト、初めデッキ破壊10秒前。ロードドラゴンと金太郎グベアがズバーンって並んだらすっげーだろうな。見て見て、これいいでしょ。幻想竜シェイロン、あたしのデッキにピタンコなカードなんだから。僕のも見て、またペンタンコレクションが増えちゃった。二人ともすげーな。俺もやりたくなってきた。ちょい待ちねい。姉子なんでいるの？ここもうちの仕切りなのよ。だからここではおかみと呼びなさい。じゃあおかみ。ここはバトスピを愛するカードバトラーが集う温泉宿。夜のお供のお菓子はなくてもバトスピタワーはたくさんあるの。この BS マーク、みんなバトスピタワーのある場所よ。すごい、こんないっぱい。びっくり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 。古今東西あらゆるシリーズが揃ってるの。カードとの出会いは一期一会。今もどこかで君を待ってるカードがあるかもよ。上がってきた。待ってろよ、運命のカード。これじゃない、これでもない。なんかほこりっぽい。あ、これってもしかしてバトスピタワー？そうみたいね。俺だ！俺のことを呼ぶバトスピタワー！ビンビン感じるぜ！確かにビンビン怪しさを感じる。どうせ変なのしか出ないよ。行くぜ！人の話聞いてる？来い、俺のカード！マジック五輪転生炎。なんかこいつとは運命を感じる。日登りはじめ。あ、隊長語る。ヤッホーはじめ。聞いてるよ。バトスピ修行の旅でしょ。君相変わらず行動派だね。そういう会長は分かった。全国大会出場のお祝いの旅行とか羨ましいな。いや、ご招待を受けてね。ご招待？バトスピ大会3年連続優勝、大泉学ぶ。そう、ここ主催の優勝の商品が温泉宿にご招待ってわけ。あなたは今夜もご飯にふりかけ心
作詞作曲歌日のぼりはじめ。うわ飯だ。それ、僕たちのディナー。バトスピ大会優勝のビップメニュー。マジかよ。こんな豪華なわけないか。じゃあ、僕たちのご飯は？ほら、そこにあるじゃない。1 2 3、一緒に食べよう。伊勢海老の端っこでいいです。お肉の端っこでいいです。海鮮鍋の端っこ。残ったスープでいいです。いいよ、好きなの持って行って。え、いいの会長？もちろん。その代わりそれは日登り始め君の腕次第だ。え、わかるよね。ああ、準備はいいかい？行くよ。ゲートオープン。開放。はじめと学ぶ夕食をかけたバトルが始まる。お互い相手のライフを減らすごとに1品料理を選択して奪い合う。それぞれデッキの特徴から、はじめはバーストオープンで2品、学ぶはデッキ破壊で2品。勝利と宴、両方を制するのはどっちだ？強い会長とバトれるなんて最高。しかも未終わらで意外にも一石二鳥とはまさにこのこと。果たしてうまくいくかな。イケイケどんどんで盛り上がっていきましょう。スタートステップ、ドローステップ、メインステップ。ランマーゴレム1体目はレベル2、2体目はレベル1で5指名入りました。ターンエンド、上げてくぜ。スタートステップ、ファーステップ、ドローステップ、メインステップ、ドスモンキを召喚。続いてバーストセット。早速仕掛けてきたか。アタックステップ、ドスモンキの効果発揮。自分のフィールドにバーストをセットしている間、ブレイブしていない自分のスピリットを BP プラス3000。アタックステップ、一見ドスモンキ合計 BP6000 のアタックだ。ライフでわっしょい。引くー。よし、ステーキいただき。喜んで。肉だ肉だ、ステーキだ。ちなみに固形燃料は別途となってます。え、そんな。メインステップ、ランナーゴレムをレベル2にアップ。続けてバースト入ります。アタックステップ、ランナーゴレム踏んづけちゃってください。ナイフで撃てる。待ってました。俺のライフが減ったからバーストハンド。やはり来たか、赤き竜。行くぞ。真っ赤なヒーロー爆裂召喚。現れよ英雄竜ロードドラゴン。ターンエンド。それではこのターンのお会計です。僕は君のライフを一つ減らしたので1品。俺はバースト発動で2品。差し引き、君が1品もらう。なら固形燃料だ。固形燃料喜んで。やったー、これでステーキが焼ける。メインステップ、バーストセット。続けて、大きなヒーロー豪快召喚。オーガジュ金太郎グッペア。こいつはテガマルの
俺の新しい仲間だ。未来スピリット夢の共演たまんねえ。金太郎グペアの召喚実行か。 BP4000 以下の相手スピリットを2体破壊だ。金太郎グベアーの召喚時効果が発揮されたのでバースト発動です。に最高のゴレム。そのバースト効果は相手のデッキ上から召喚されたスピリットのコストと同じ枚数を破棄する。金太郎グベアーのコストは6。よって6枚おあいそです。ださらに破棄された中にバースト効果を持つカードがあるとき、このスピリットを召喚します。バースト総力乱舞チェック。総デッキナンバーワンスピリット黒金の覇王サイゴードゴレムレベル2でお願いします。出た兄ちゃんのキースピリットノーコストで召喚。ドスモーキの効果で自分のバーストセット中ブレイブしていない初めのスピリットは全て BP プラス3000だが、サイゴードゴレムの BP1 番に阻まれ、はじめは屈辱のコールをするしかなかった。ターンエンド。ではお会計。デッキ破壊につき君から2品もらうよ。まずはステーキ。ステーキ喜んで。おかえり。ステーキ。残る一品は何をご指名しましょうか。ご当地ふりかけシーフード味。それだけは。どうぞどうぞ。ふりかけの恨み絶対に勝つ。